11世紀、スキュリツエス年代記差し絵に描かれたバリアーグの衛兵、スキュリツエス年代記に描かれたギリシアのヒヨハネス・スキュリツエスは、11世紀後半東、ローマ帝国の歴史家。1040年代初頭に生まれ、1101年以降に死去した。スキュリツエスの一生については、ほとんどわかっていない。著作物には、灼衣、クロパラテスやカニ、 ドゥルンガリオステイスビグラスと肩書きのみ書か,かれ、時にはヨハネス・トラケシオスという別名が記されていることもある。主著、歴史外観は、テオファネスの年代記を引き継いで、811年のニケフォロス一世の死からミカエル六世が退位する1057年までの東ローマ帝国の皇帝統治の歴史を記録した年代記である。 また本書に続いて1057年から1079年までを扱ったスキュリツス・コンティニュアトゥスと呼ばれる年代記があるが、これもスキュリツスの著書であるとする歴史学者もいる。歴史外観の写本の中で最も有名なものは12世紀にシチリアで作成されたとされるもので、現在はマドリードのスペイン国立図書館に所蔵されていることからマドリード・スキュリツスと呼ばれている。 ただし、この写本が作られた場所や携わった画家集団については研究者の間でも意見が分かれている。マドリードスキルチェスは574の,の細密画が特徴で外国施設を送迎する工程や工場船などの戦闘場面、個人の肖像などが生き生きと写実的に描かれており、ビザンツの年代域では唯一の差し絵写本であることから、 当時の風俗を視覚的に伝える年代記として非常に貴重な一時資料である。ありがとうございます。